どうも、音楽講師のモッチーです。皆さん、EOS というと何が思い浮かびますか？キヤノンのカメラ。私はカメラは全くわからないんですが、私の友人がこのカメラを持ってまして、使いやすくて良いカメラだそうです。はい、それはいいとして、やっぱり私と同じ世代の方はこちらですよね。小室哲哉さんがイメージキャラクターを務めたヤマハのシンセサイザーです。今回はこちらのヤマハ EOS シリーズの歴史を振り返りながら、こういったフィジカルなシンセサイザーの仕組みや、具体的なシンセサイザーの機能やサウンド、当時の打ち込み系の音楽制作についてもお話しできたらなと思います。ということで、行ってみましょう。どうぞ。EOS とはヤマハが展開したシンセサイザーシリーズの総称なんですけど、この EOS シリーズの初代機がリリースされたのが1988年で、そのイメージキャラクターとして起用されたのが小室哲哉さんということなんです。この EOS シリーズなんですが、1998年までの10年間でシリーズ累計10万台を売り上げたというモンスターシンセなんですね。1998年当時はいわばプロデューサー小室哲哉の全盛期といっても過言ではないですから、小室人気恐るべしといったところでしょうか。実は私が最初に買ったシンセサイザーも EOS B500 という機種で、小学生の頃から TM ネットワークが好きだったっていうのもあり、まんまとヤマハの戦略に乗せられてしまった一人です。で、この EOS の初期コンセプトは女の子も使えるシンセサイザーというもので、簡単に言うと初心者向けっていうことなんですね。というのも、当時ヤマハの DX7 というシンセサイザーがありまして、これ今でも根強いファンがいるくらい名機とされているシンセなんですが、扱いがとても難しいという意味で、当時のシンセサイザーって一般的にクロート向けだったんです。そこに当時人気だった小室さんや朝倉大輔さんを起用することで、キャッチーでとっつきやすいイメージ戦略を取っていったということなんです。ということで、ここからは EOS シリーズの各機種を一つずつ振り返りながら、特徴なんかをお話ししてみたいと思います。最初に紹介するのが記念すべき EOS シリーズの第1号機 SY200 です。こちらは1988年7月リリースで、価格は12万9000円。音源部分の性能は4オペレーター8アルゴリズムとなってます。皆さんがイメージするシンセサイザーってこんな見た目だと思うんですけど、厳密に言うとシンセサイザーっていうのはこの音源の部分だけを指すんですね。そもそもシンセサイザーって単純に言ってしまうと音を合成する装置なんです。この鍵盤部分は本来単なるインターフェースに過ぎないんですね。なのでシンセサイザーにとって音源部分の性能が結構重要なんです。ではこの SY200 の音源部分の性能はというと、それが4オペレーター8アルゴリズムという部分なんです。当時小室さんは先ほど紹介した DX7 の後継機である DX7-2 というシンセも使っていたんですけど、この DX7-2 の音源の性能が6オペレーター32アルゴリズム、これが2系統ついている。全然違いますよね。だからこの部分だけを比較しても EOS のターゲットはビギナーということが分かりますよね。ここで EOS を昔持ってたとか馴染みのある方は、この機種少し違和感を感じませんか？ということで、次にリリースしたのがこちら B200 という機種です。1988年10月リリースで、価格は14万8000円。 SY200 の3ヶ月後にリリースされた機種で、シンセの性能自体は全く同じ。違いはスピーカーが搭載されている、これなんです。この丸いスピーカーが搭載されたこのフォルムこそが EOS でしょという方は結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。なぜこれが EOS として認知されているのかというとですね、小室さんが PV やライブ、あるいはテレビのパフォーマンスで B200 を実際に使っている映像がですね、先ほどの SY200 に比べて多かった。それから後続の機種にもスピーカーが搭載されていたというのもあると思います。厳密に言うと B200 の音源部分は一切使ってないんですけどね、 SY200 のところでも言ったように EOS ってやっぱりビギナー向けなんですよ。そもそもスピーカーがついているって、これビギナーからしてみればこんなに素晴らしいことはない。何しろ電源入れたらすぐ音が鳴るんですからね、これは嬉しい。その代わり私もまあ持ってましたけども、 EOS はですね、吐き気がするぐらい重いです。このスピーカーがクソ重いんですね。話は戻しますが、では小室さんは EOS の何を使っていたのか。鍵盤の部分、つまりこの鍵盤を使って別のシンセサイザーの音を鳴らすという使い方、少し具体的にお話しするとこういう仕組みになってます。今画面に出ているのがセラムというシンセサイザーですね。で、これが僕の今手元に鍵盤がここにあるんですけども、これを弾くと鳴るってことですね。こういうふうに。こういうふうにセラムの音が鳴ります。で、今度切り替えて、今度オムニスフィアっていうシンセサイザーなんですが、こちらもですね、手元の同じ鍵盤を弾いて音が鳴ります。これ、オムニスフィアの音ですね。同じ鍵盤で鳴らすシンセサイザーを変えているっていうことなんですね。だからライブなんかで見た目は EOS を弾いているんだけど、鳴ってる音は別のシンセの音。小室さんってよくショルキー弾いてるイメージあるじゃないですか。これもショルキーがコントローラーになっていて、これで他のシンセの音源を鳴らしているっていうことなんです。そしていよいよ次に登場するのがこちら。B500 です。こちらは1990年12月に発売されたモデルで、価格は16万8000円。この機種から搭載されている音源の方式が変わりまして、細かい話は割愛しますが、ドラムの音が追加された。つまりこの1台でオケを完成させることができるようになったということなんです。でもやっぱりビギナー向けというコンセプトは変わってなくて、サウンド面での見劣りはどうしても仕方ない部分としてある。で、このモデルがおそらく EOS の中で最も売れた機種だと思います。僕も実はこれを持ってたんですね。ちょうどこの B500 がリリースされる2ヶ月前に TMN としてリニューアルした最初のアルバム、リズムレッドがリリースされたんです。この B500 のデモトラックとしてリズムレッドに収録されている Secret Rhythm という曲がプリセットされてたんですね。この曲を B500 で小室さんが演奏する CM がめちゃくちゃ印象的でかっこよかった。なのでこの CM を覚えてらっしゃる方結構いらっしゃるかもしれませんね。ということで、シークレットリズムの B500 に内蔵されてたデモバージョンとリズムレッドに収録されていた本物バージョンと、これ少し聞き比べてみましょう。デモバージョンの方はですね、すべて B500 内蔵音源のみで作成されてます。ということで、デモバージョンからどうぞ。次がリズムレッドバージョン。こんな感じで全然質感が違うということを感じていただけたんではないでしょうか。なので EOS の音源を使って実際にレコーディングしているわけではないということなんですね。次にリリースされたのが B700。1993年の4月にリリース。価格は17万円です。見た目が白くなってて、これはこれでかっこいいですね。93年の4月ということはですね、このちょうど1年後に TMN は解散するわけなんですね。だからこの B700 は主に TRF 関連の PV とかプロモーションに使われてますし、デモトラックも TRF っぽいものが入ってます。この機種の使用面は B500 とほぼ同じで、ざっくり言うと収録されている音色が変わっている。だから TMN っぽいサウンドから TK プロデュースの初期の感じの音色に変わっているという感じです。この B700 に関して、ヤマハ&スタインバーグエクスポ2011にて小室さんが一つの完成形と発言されてます。ヒャダインさんが初めて買ったシンセがこの B700 だそうです。小室さんとヒャダインさん2人で2013年に Web 限定で22世紀の架け橋という楽曲を作成されているんですが、その曲がですね、この B700 のみで作成されたということなんです。次にリリースされたのが B900。こちらは1995年8月にリリースされて、価格は18万9000円。この機種からかなり仕様が変わっていて、音源部分も音色が変わっているというよりは仕組み自体が変わってるんです。でも一番大きな変更はシーケンサーの部分。当時ヤマハはシーケンサーのシリーズとして QY300 という機種を出していたんですが、こういった見た目ですね。このシーケンサーって何かというと、ざっくり言ってしまうと打ち込みのサウンドを録音するものと思っていただければ良いかと思います。これ見ていただくと、鍵盤ではなくて電卓みたいな点キーがついてるんですね。当時の打ち込みは点キーを使って数字を打ち込んでいくんです。EOS のデモトラックとかサウンドプリセットは朝倉大輔さんがプログラムしたものなんですが、朝倉さんは打ち込みのプロフェッショナルでもあるんです。朝倉さんが EOS と QX3 というシーケンサーを使って作曲する動画が YouTube で見ることができると思うので、興味がある方は探してみてください。朝倉大輔打ち込みとかで検索すると出てくると思います。だいぶ横道にそれましたが、B900 には QY300 相当のシーケンサーが内蔵されているということなんです。今でこそ作曲や編曲は PC にインストールした DAW を使うのが一般的ですが、この頃のこういった打ち込み系の制作環境というのはシンセにしてもシーケンサーにしてもこういったフィジカルな機材を使ってたんですね。なので EOS もそうなんですが、シンセサイザーに音源とシーケンサーと鍵盤とこの全てが内蔵されている、それが一般的だった。だからこんな感じで全部が揃っているシンセをオールインワンシンセとかデジタルワークステーションって言ったりしてました。 EOS については B500 くらいからそれ1台でオケを完成させることができるオールインワンシンセなんですが、 B900 は完全にその制作の部分が強化されたという感じですね。EOS の完成形として1998年2月にリリースされたのが B2000。価格は24万8000円。これもうね、お値段から見ても分かるように完全に EOS の最終形態です。全てが強化されてます。まずシーケンサーの部分が当時ヤマハのシーケンサー単体の機種としてはフラグシップモデルだった QY700。これ相当のものが内蔵されてます。そして音源部分はサンプラーの機能が追加されてます。サンプラーって何かっていうと、声だったり楽器の音だったりを録音しておいて、それをシンセの音色のように使用できる機能です。例えばいわゆるゲワイ、あれって Get Wide and Tough っていうこのフレーズをサンプリングして、それを例えば鍵盤にアサインしてるんですね。だからそのアサインされている鍵盤をこう押さえるとですね、 Get Wide and Tough ってこれが鳴る。それを連打すると、ゲッゲゲッ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  Y and Tough みたいにこんな風になるってことなんですね。こういう機能が搭載されている。また、アルペジエーターという機能も搭載されています。これどんな機能かというと、これはですね、もう口でごちゃごちゃ説明するより聞いてもらった方が早いので、やってみます。僕、今からですね、指1本で鍵盤を押さえますね。こんな感じで複雑なフレーズが鳴ってると思うんですが、僕は指一本で鍵盤を押さえてるだけなんです。簡単に言ってしまうと、これがアルペジエーター。かっこいいでしょ？オールインワンシンセを使った制作という部分での機能面では、これ全て揃ってるっていうことで、この B2000 以降、新機種はリリースされてなくて、2007年まで、実に9年間に及ぶロングセラー商品となりました。とはいえ、私はこの実機触ったことがないです。2000年以降、音楽制作環境はどんどん PC を使ったソフト化が進んでいきまして、今や完全に PC だけで完結する仕組みが一般的になってます。はい、ということで、小室哲哉のシンセサイザーということで、懐かしの EOS シリーズを振り返ってみましたけども、いかがだったでしょうか。私もこの機種持ってましたとかあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、グッドボタン、チャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。